問題感染症と感染経路の組み合わせについて正しいものはどれか3つ選べ1番「結核」と「空気感染」「結核」と「空気感染」とありますがこれはその通りで「丸になります。結核の主な感染経路で空気感染というのは何かっていうと、まあ、結核菌を保有している人が、まあ、咳とかくしゃみなんかをするわけですね。 そうすると、その菌を含んだですね。この唾液なんかが、こう外にポッと出てくるわけですね。飛び散るわけですね。で、その水分が含まれているわけですけれども、その水分というのが蒸発しますね。そうすると、粒子として軽くなりますので、まあ、空気中を浮遊するということがあるわけですね。で、その空気をですね、まあ、呼吸によって吸ってしまって、それで人に移るということがあるわけですねで。もらってしまうということがあります。 これを空気感染というふううふに言うわけですね結核の主な感染経路は空気感染になりますのでここの説問はとということになりますちなみに他にも空気感染がメジャーなものっていうのがありますけど、まあ、どんなものがあるかといったら例えばマシンとかがそうなりますねまあカかと言ったりもしますけどマシンこんなのも空気感染が起こるものですねで。それからもう一つには水暴走なんていうのもありますけどこういうのも空気感染が主な感染経路になっております。 まあ、合わせて押さえておくといいですねではその次2番回線と飛沫感染回線と飛沫感染とありますがこれは誤りになりますまず回線というのは何かと言ったらこれは肥前ダニの感染症になりますね肥前ダニというダニがですねえ皮膚にこうつくというですねこれが回線という感染症になります で数十匹から数百匹程度のです、ね、感染を、まあ、通常回染といって、まあ、数百万匹程度の肥善、ねえー、なりの感染をノルウェー回染というふうに言ったりするわけなんですね。で飛沫感染というのはこれ何かといったらこれ空気感染と似ているわけなんですけど空気感染の影響力が非常に広い広大な。 広大であるということと比較してですね飛沫感染というのは影響力が非常に狭いと1 2トルぐらいしかないとこういうですね違いがあるわけですけれどもまあ感染している人がですねこう咳とかくしゃみをするわけですねでその時にこう菌とかウイルスを含んだものがこうバッと口から出てくるわけですねでそれがくしゃみなんかイメージしたら分かりますけど、まあ、くしゃみの唾液っていうのがですね何 m、えー、も先まで飛ぶっていうことはないですよね まあ、せいぜいぜ1メー,ター、2メー,ターぐらいのもんでして、えー、でその水分を含んだですね、大きな粒子これを飛沫と言いますけどこれをですね、あの吸ってしまうっていうことですね呼吸器相手,の相手の呼吸器に、えー、侵入させてしまうということがあったりするこれが飛沫感染ですね。 であるいは、その、水分を含んだ大きな粒子ですね、飛沫が、まあ、目の粘膜とか口の粘膜なんかにですね、えー、接触してで、そこから侵入してですね、感染してしまうということがあるわけですね。こういうのを飛沫感染と言います。影響力が狭いわけなんですね。 で一方で、その水分が蒸発したものですね、これ飛沫核と言いますけど、その飛沫核は非常に小さな粒子になりますから、まあ、空気をの中をですね、浮遊することができる。そうすると、まあ、遠くまでですね、行くことができるので、まあ、影響力というのが非常にですね、広大になってくるということですね。広いところで、えー、感染が起きるということになります。これを空気感染と言ってるわけですね。空気感染は別名、飛沫,飛沫核感染と、飛沫核感染と言ったりもしますけどね。 この違いというのを押さえておくといいかなと思います。で、回線鮮というのは肥前ダニの感染になりますから、あこれは口から咳やくしゃみしてですね、うつるというようなものではありません。接触感染ですね。直接、その、ダニがですね、何かを通して相手にうつるということで、感染していくわけですね。ですので、この説問は誤りということになります。では、その次の3番、インフルエンザと空気感染。 インフルエンザと空気感染とありますが、これは誤りですね。インフルエンザっていうのは、これは飛沫感染になります。インフルエンザウイルスを持っている人が咳とかくしゃみした時にですね、その範囲1メー、1, 2メーターぐらいのところですね、ここで影響を及ぼすっていうのが、これがインフルエンザになりますので、まあ、結核とかマシンとか水暴走とか、こういった空気感染とはちょっと違うわけですね。影響力というのがもう少し狭い範囲になります。 で、その飛沫感染ともう一個は接触感染というのがありますね。えー、こう、ドアノブとかですね、つり革とかですね、あるいは電話機とか、まあ、何かしらそういったものにですね、付着している、それをですね、触ってしまって、えー、それで、まあ、口とか目とか鼻とかですね、まあ、無意識のうちに触っている中で、侵入してですね、粘膜から侵入して感染するということがあるわけですね。 なのでインフルエンザというのはこれ飛沫感染かあるいは接触感染ですねこれが主な感染経路ということになりますので、まあ、そういう認識を持っておかれるといいかなと思いますではその次4番腸管出血性大腸菌感染症と接触感染腸管出血性大腸菌感染症と接触感染というふうにありますがこれは誤りですね 腸管出血性大腸菌というのは何かといったら、まあ、そのままですけれども腸に出血をです、ね、伴うような大腸菌ということですねそれを起こすような大腸菌ということですねで人間とかあるいは家畜とかですねというのは皆、まああのー、一定数の大腸菌というのは持っているわけなんですけど、まあ、そう大きなです、ね、害というものはあ及ぼさないわけなんですね ですけど、非常に大きなですね、影響力、害をですね、及ぼす大腸菌というのもいるわけですね。それがまさに今ここに出てきているような大腸菌ということになるわけなんですけど、まあ、有名なところで言うと、O157 なんていうのがあったりしますね。えー、以前日本でも大流行といいますかね、広がったことがありますけど、こういったものになるということですね。これは毒素を出すんですね。 出血させるようなですね、毒素を出すというのが特徴の特徴として持っている大腸菌になるわけなんですけれどもで、こういったものはですね、どのように感染するかということなんですがこれは大きく見ると2つあるわけですねで1つがこの説問にあるとおり接触感染ですねでもう1つが蛍光感染ですね口から感染するというのがありますで汚染された食品ですね を生で食べてしまうとか、まあ、汚染された食品を十分に加熱せずに食べてしまうとかですね、あるいはその汚染されたものをですねがついている、まあ、調理器具とかですね、初期とかありますけど、そういったものを使うことによって、ですね、えー、普通の食品をそこにその調理器具とかですね、初期を通せば、ですね返せばあ食べたとしてもそこから感染するということはありますよね、こういう経口感染というのがまず1つありますねで。接触感染というのもそうですね、そういった汚染されたもの。 を通してですすね感染るということととがあるいうここですねの十分にですね消毒をしていないゆえにですねそれが接触感染するということがあるということですねこれを押さえておくといいかなとで、まあ、どの時にそういうことが起きるかといったらまあ糞便の処理なんかがありますよね まあ感染している人、患者さんですね、の糞便を処理したときに、まあ、手指手、手、指ですね、手指を十分に消毒していないことによって、その手であちこち触ればですね、そこにこう残るわけですから、そこから接触感染ということが、まあ、あるということですね。これが主な感染経路になりますので、まあ、抑えておくといいかなというふうに思います。では、その次ですね、5番、流行性自家遷炎と飛沫感染。流行性自家遷炎と飛沫感染。 というふうにありますが、これはその通りで、丸ですね。流行性自家潜炎。あまり聞かないものかもしれませんけど、これはオタフク風邪のことですね。いわゆるオタフク風邪のことになります。これはウイルスなんですけど、ムンプウイルスというものの感染症になるわけですね。ムンプウイルスというものになります。で、これは飛沫感染になるわけなんですね。飛沫感染。空気感染ではなくて、飛沫感染になります。 で、それからもう一つは接触感染ですね。ウイルスが付着した、まあ、手でですね、いろいろ口とか鼻とかですね、目とか、まあ、触ることによって移ってしまうという接触感染ですね。この二つが主な感染経路ということになっております。ということで、この設問はその通り、丸ということになりまして、感染症と感染経路の組み合わせについて問うているこの問題の正解は、1と4と5の三つが正解しということになります。繰り返します。1番、結核。 と空気感染4番腸管出血性大腸菌感染症と接触感染そして5番流行性自家遷炎と飛沫感染この3つが正解詞ですね解説は以上です